ドゥルルドゥルルみたいな聞こえる。今は福島県の郡山市、郡山に来てます。着きました。移動中ずっと2人でアワーやってましたね。そうだね。郡山のタワレコですね。本当にあの駅前の、それこそ昔ルート A でゲリラライブをやったところなんですけど、行ってましたね。そこで何時から？ 7 時ぐらいかな。あと30分ぐらいはねあるので、もしお近くで時間がある方はあればぜひ。結構長野って方が多かったんで、ちょっと僕ストーリーなんかどっか行くよみたいなの載せてたじゃないですか、DM を拝見したんですよ、やっぱなんか予想だとやっぱこう東名阪だったりとか、あと東北の方だったらもうなんか新潟とか、あと自分が行ってから青森っていうのが結構多かったんで、多かったですね、はい、福島県に来ちゃいました。福島ですね。そう、そうな人もいるのかな。郡山は福島県ですよ。な、郡山っていう駅がありました。そうだね。そこで降りました。新幹線の郡山駅、福島県です。でも東京から出発して、そして1時間20分かかんないかなぐらい、うん、1時間20分ぐらい着いちゃったんで。そうだね、結構近かったかな。その間ずっとアワーやってたし、うん、2人で座って黙々と隣でね。結構おもろい、翔平がおもろいコメントとして笑うのこらえながらやってました。今各地にみんな行ってますからね。そう、散らばってるから。もう行けた方もいるのかな。いるのかな。たっくんとかさっき載せてたけど、あの池袋の方に行ってみたいです。都内だ。東京池袋。福島です。あ、コメント固定するやつですね。郡山市なの。市これで投稿するか。投稿してすぐこいつを、え、どうすんだ。これわかんないですよね。こうじゃないのこれ。変わったのかな。なんか前こうだった記憶が。あ、来た。あ、あった。前にあのリキヤさんと僕話す時のいじりネタに一個あのさらされたやつがあるじゃないですか。一個報告しいですか。なんだっけ。リキヤさん、今日は髪切ってきました。切ってきたね。切ってちょっとセットしてきました。確かに。ちょっとさっぱりしてる。そう、久しぶりにブロック作りました。確かに恒例ネタだった。毎回みんなにいじられる。そう、いや言いたくなっちゃった。やってきたって髪切ってきた。そう、今日はカットだけです。いやね、カラーはしてない。結構さっぱり。コメントが止まってた。お、そうだね、ごめんね。ありがとうございます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 。明日もね、はい、ありますからね。あ、危ねえ、言いそうになった。あれ、出てるの。明日はもう出てる。はい、明日は出てる。そういうことか。東京。
なんかもうあんまり何喋ってるかわかんない。情報がね、どこまで大きい。ご飯まだ食べてないですよ。お腹ペコペコ。でも多分終わった後にすぐ帰っちゃうから。マックかな。さっきマックだったんで。隣でなんかレッスンっぽいのがやってるのかな。クーラーガンガンかけてもらってください。寒いですよ、結構。多いですよね。いやだと思って、さっきなんかトウモロコシと梨とリンゴとなんだっけな、なんか4つ送ったんだよね。でリンゴだけにしちゃうともう絶対青森ってなっちゃうんで、違うのも入れてみようっていう、自分なりに検索してやったら多分もっと分かんなくなったのかな。高いでも痛くないって言ってたな。俺開けるときでも冷やしました。俺も冷やした。冷やさないと怖すぎ、ちょっと怖かったです。ピアス開け大会みたいなのありました地元で。学生の時なんかみんなで集まって、うん、みんなでそのお小遣いでピアス集めて、うん、でお互いの開けで会っていく。へえー、あ、福島県出身です。おお、まあ福島といっても遠いところは遠いですもんね。同じ都道府県って言うのあるの？何時まで？あ、でもどうなんですかね。一応いらっしゃる限りはいるとは思いますけど、でもあれですよね、途切れちゃったらそこでもう終わりになっちゃうので、帰りのスケジュールとかもいろいろあって、来られるから今日頑張る。ありがとうございます。今ルート A 見てラペ好きになった。おー、ありがとうございます。いい岩手、懐かしいな、懐かしいな。場所決めはスタッフさんが決めていただいてます。広島ね、ありがとうございました。ハワイアンズがあるとこは郡山だっけ？福島県。福島県だよね。北斗行方不明。さっき北ちゃんどこみたいななんかトレンドになってたもんね。え、北ちゃんどこでトレンドになるの？やばくねえか。なんか北斗があれだね、ツイッターに書いてたんだよね、多分。龍と一緒？龍と一緒です。龍と一緒、そうだよね、みんな家出る準備してくれてたんだよね。ごめんね、申し訳ない。熊本も行きたいですね。熊本の最高のサウナがあるらしいです。そうなんだ。滝がある。サウナがあるらしくて行きたいね。サウナ好きのあのエレベーターのライブの時に作る時に助けてくれる伝説のあのスタッフいるじゃないですか、あの双子のの弟さんの方が好きらしくてそうなんだ。なんかこの前、この前というか今のレイオブライトのツアーのリハをスタジオでやってる時に、うん、終わって二人で喋ってて、サウナ行きたくないですか
いや俺も最近行ってんだよねって言われてなんかいいのないっすかねみたいな、熊本に1個行きたいのがあってって教えてもらって調べたら結構良さそうで、行くんだ、意外だな、行くらしいっす。あ、明日ありがとうございます。ありがとうございます。アワもありがとうございました。アワだけはちょっとこういろいろこう遊びちゃう場所ですよね毎回ね、みんな自由に描いてる、結構ハードに描かせてもらってます。確かにドラゴンボールのように散らばってますねうまいこと言うななね、行ったんだよ、名古屋アスナル金山、うん、もうお嬢ちゃんかな、うん、かもしれないですね。あ、でも一応予定、あ、そっか、早まる可能性もある。沖縄ね、行きたいね。3時間後はちょっと厳しいかな俺は延泊になっちゃうね、明日が行けなくなっちゃうそうっすね明日もお仕事あるから、お仕事リーバーだってもう明日もあるから、そう、そういうことだよ。あのね、もしのトウモロコシの生産量がなんかすごいあるって聞いたから、それでわかるかなと思って。すごい賢いそうです、郡山市です。おとてぶり。アワラウンジっていうやつをやってたんですよ。あの、みんなでこうチャットみたいにして。サブスクの一つなんですけど、そこでこうみんなとこうチャット。っていう場所みたいなの用意していただいて、音楽を聴きながらね、そうそうそう、ランプの曲を流してもらって、その曲についていろいろこうみんなが思ったことをバーッとこうリアルタイムコメントやり取りみたいな。最近は結構リリースごとに毎回やってますね、やらさせていただいてるんで、ぜひ次回も来てください。ぜひオーストラリア俺オーストラリアマジで行きたいんですけど。確かに行ってみたい。マジで行きたい。3ヶ月で5キロ超えた。もうどうにかして。食いすぎやな。お通じを良くしたら結構減りますよ。うん。運動も大事だけど。あのうちの母ちゃんがいつも寝る前30回ずつこうって腰回そうじゃん。あ、アイソレために。そうですそうです。アイソレみたいな動き。腰をこう回してほしい、うん、右回り左回り、でも大事らしいね、本当にお通じが、うん、これね、俺らが鳴らしてるわけじゃないんですよ、あのね、なんか上なんかね、多分タップダンスみたいになってるんだよ、うん、歌も聞こえるな、うん、歌ってるね。メンバーのコスプレにハマってる、どういうことだ。メンバーが着てた服とか調べて集めて着るってことなの。メンバーがしてるコスプレってことなの。でも俺したこと企画でしかない。普通にしてたら翔平ぐらいか、うん、私服よりコスプレの方が多いかもしれない今度ハロウィンでありますんで。ありますね。上が気になりすぎてやべえ。やべえ、見に来て。翔平みたいなやつが。そうなんだ。怖いかもしれない。何をしてるのか気になる。民謡系かな。ぽいね、なんか。ジャマイカとか。ちょっと特殊な感じだね。ガチャガチャはしてないですね、確かにね。大人
が、だから僕と力也さんが2人楽屋とかとか、まあ新幹線もそうでしたけど、まあ静かですよね。静かだね。めちゃくちゃ落ち着いて、まあ前までとか、え、ちょっとうるさかったっすね。まあね、なかなかな人がいますから。確かに外は結構寒かったかもしれないです。うん、寒かった。いとこが子供産んで名前がリク。すごい同じ名前な。リクくん、リクちゃん、リクくん。入り部の時は私服ですよ。うん、完全に私服です。ちょっとだけ奇妙音も聞けてんのか。そうですね、聞いたらね。うん、あれ好きなんだよな、俺。いい曲だね。はい、両 A 面ですか。確かに。あれ、リリースは11月30かな。30、アーシャもね、会議のやつね、俺インスタグラム載せたんですね。俺まだ載せれてなかったわ。めちゃめちゃかっこいいんで。かっこいいぞ。明日、そう、A チームで東京ですね。Hello from Thailand. Hello.韓国語でも送ってくれてるけど、わかんない、読めない。カムサムガ、カムサムガ。どちらでしょうか。単独の曲を送らないと。やることがいっぱいだ。終わり次第送ります。ネタバレ注意。そうですね、ネタバレは注意しますね。そうだよね、日中ならいけた。マック食べた。無性に食べたくなるんだよね。でも今のケンタッキーの辛チキンみたいなあれも気になるんだよね。バーベキュー来てください。体調はグッドです。福島寒いですよ。東京より寒い。花火鳴ってる。おー、いいんじゃない。青森行きたかったですね。確かに。エビフィレを食べたことない。あら、いらっしゃいませ。がまたなんかちょうどいいね。いい。ちゃんと値札もね。あ、本当だ。リキャさんも名前入りだ。まあ、大丈夫そうかな、俺。リキャさん、雑音エグいっすって言われてもね、ちょっと俺らじゃないんですよ、この音は。隣の部屋でなんかね、レッスンされてて。レコード屋さんない。そうなんだ。
concentration. Thank you. Yokohama, so か Yokohama. Ma, Tokyo がちょっと近いと思ったのかな。配信、そうですね、珍しいかもね。あんまり質問しないから。急になんかいっぱい来た。どういうことですか。福島桃じゃないの。見て。桃ってなんか書いてたよ。なんてなんか福島で開いたら桃がめちゃめちゃ出てきたけど。少ないかな。あんまりでもリンゴって思ってというわけで、もう間もなくなるので今日ちょっと来れなかった方は申し訳ないですけども、またね、明日東京の会場もあるのでぜひ来れる方は来てください。というわけでありがとうございました。行きます。